スコウガフォス、雑木林の滝の岩、アイスランド島南部にある滝である。スコウガウ側にかかっている。滝のある崖は、かつては海に面していたと考えられている。陸地が広がった際から約5キロメートルと考えられているにも、海岸の崖の地形はそのまま残り、周辺の数百キロメートルにわたって一部の山地と、共に、もともと海底だった低地と、 その前から陸地だったアイスランド中央高地との明瞭な境界となっている。スコンガホスは幅25メートル、落差60メートルでアイスランドで最大級の滝である。晴天時には落水により生じる水煙により一重あるいは二重の虹が見られる。滝の東側をトレッキングコースが走っており、エイヤフィアトラヨークトルとミールダルスヨークトルの間に、 あるフィムベルズハウルスに通じている。トレッキングコースは逆方向ではソウルスメルクに行き、そこからランドマンナロイガルまでをロイガベーグルがつないでいる。スコウガフォスにはバイキングの財宝にまつわる伝承がある。それによると、この地に最初に入植したバイキングであるソラシ、ソウルウルフソンがスコウガフォスの裏側に財宝を埋めた。 後になって近隣住民の少年が滝の裏で箱を見つけたが、その時は側面の取っ手をつかむことができたのみで再び箱は失われたとされている。スコンガルにある民族博物館にはその取っ手とされる輪が展示されている。ありがとうございます。